チョコは一味違いますよ。知っているか。これじゃ失礼ですね。知っておりますか。これは丁寧すぎ。知っているでありますか。カカオは美容や健康にいいのであります。カッコつけ方がわからなくて麺屋さんみたいになっちゃいました。話を戻しますとですね、ビターチョコって別名ダークチョコって言うんですよ。ダークチョコ、大人なキャプテンにぴったりだと思いまして、今回はそれを作ってきました。だからダークな感じを演出したかったんですけど、慣れないことはしない方がいいですね。というわけで、はい、キャプテン、ダークでハッピーなバレンタインです。今年のチョコはどうでしたか。ご要望があれば来年は他のチョコにも挑戦しますよ。僕が作ったからひなチョコです。でもひなチョコみたいなので僕チョコに改名です。美味しいチョコを作る秘訣は素材選びからですね。数ヶ月前からの仕込みが重要なんです。怒られますか？僕、怒られちゃいますか？バレンタインのチョコ作りみたいに誰かのために頑張るの大好きです。皆さんのチョコ、やはりすごいです。でも、僕だって負けられません。来年も楽しみにしててくださいね。